is an after school on radio where the members of Jen's company struggle and work hard to improve their talking skills. The headmaster of the school is Higashibukuro from Saraba Seishun no Hikari. Of course, the personalities of the program are Jen's company, and you are the one to choose the topic for them to talk about.Alright, it's time for tonight's class. Hope you enjoy the program on Radio Kansai. Welcome to Saraba Radio. 時刻は夜10時になりました。ここからはスクエアエニックスプロデュースのアイドルグループジェムズカンパニーのトーク塾、私、塾長のさらば青春の光、東袋です。さあ、それでは始めましょう。今月の生徒は、はい、ジェムズカンパニーの橋名ひなかです。はい、ジェムズカンパニーのアリスガルグです。ちょっと待ってくれよ、ちゃんとしてくれ。何よ、お願いします、はい、お願いします。元気いっぱいですね、はい、元気いっぱい。いやね、今日もね、塾長に会えるってことでね、嬉しいよね。そう、楽しみにしてたんだ。そう、うん、元気いっぱい。そうだね。この間ちょっと喋らんといたろうと思って。なんでですか、すごい、やめてくださいよ。ぶつけてたもん。やっぱね、嘘を言うとやっぱり次の言葉続かないでしょ、なかなか。いやいや、今終わってたよね。楽しみです。終わりました。次はもう塾長のターンだったんですけど。いやいや、嬉しいですでいいんですか。うん、大丈夫です。僕もお二人にお会いするのを楽しみに来ましたよ。はい、ということで、ほら、嘘やからもう全然次の言葉続かないでしょ。笑ってるで。笑ってます。いやいや、なんかほらね、お便りも来てますし、もうお便り行きたい。お便り行きたいか。OK OK、 じゃあレイカさん呼んじゃってよ。はい、じゃあ読みますね。はい、ラジオネームココロさんからいただきました。はい、星名ひなか様、あ、間違った、塾長忘れてた。ええよ、別に全然ええよ。これさ、なんかちょっと飛ばしちゃう。確か背景みたいなもんですよ。そう、その背景みたいな。塾長が背景に見えた。見えました、すみません。塾長、星名ひなか様、有栖川麗華様、こんばんは。こんばんは。毎週、生ではなく恐縮ですが、ラジコで繰り返し楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。個性豊かなみんなの放送が仕事の活力になるので、いつもありがとうございます。さて、大変個人的なことで恐縮なのですが、うん、実は7月17日が私の誕生日です。おめでとうございます。おめでとう。もし可能でしたら一言お祝いのことはいただけないでしょうか。塾長が続婚の、塾長が続婚の本音の新曲や、新メンバー小瀬ドラムちゃんの合流、ジェムカンによる夏曲と楽しみがつきません、はい、お二人、そしてジェムカンのこれからのご活躍を楽しみにしています、はい、今年は一気に暑くならない一方、寒暖の差が激しい日が続いています。体調を崩されないようお気をつけください。ありがとうございます。7月17日が誕生。先週だね、うんうんうん、めでたい。でもなんか、あんまりこのメールの方見たことなくて、心さん、確かにすごくレアだなと思って、ぜひお祝いさせていただけたらな。嬉しいね、誕生日気にね、こう勇気出してる。そう、ありがとうございます。 SNS とかでもそんな毎回コメントくれるとか覚えてはる方ではないと思って。そうです、あんまり私見たことないかもね、私かも、だけかも。あ、でも私も本当、もしかしたらミズシーとかにはいっぱい送ってる可能性がありますけどね。誕生日のタイミングでこの2人が今回お送りしてるってだけで。そうです、そうです、たまたま私たち悲しくなるからやめようよ。そんなことないよ。でもまあなあ、しゃあないけど、その一言お祝いは欲しいらしいんでね、はい、おー、うん、いいですね。夏生まれのこの辺の誕生日の人いないの、メンバーでは。7月ら辺とかは。7月はいない。6月は多かったね。あ、そうか。あのね、ゆきのくんとねねちゃん7月あれ、ちょっとお前ら、何お前ら、俺ら大丈夫か、ね、露呈してるって仲の悪さが。違う違う、知ってたんですよ。知ってたけど、あえて言わなかったね。何あえてて。そうそうそう、あ、ねねねね、そうだ、夏生まれいるじゃないですか。今まで多いね、多いね。ねねちゃん意外やな、なんか夏生まれってね。確かにです、うん、まあでもこの心さんがね、はい、誕生日なので、ちょっと一言ずつ、じゃあお二人からね、はい、お祝いのことは欲しいですって。はい、はい、じゃあひなたんからいきますね。はい、心さん、お誕生日おめでとうございます。これからどんな苦難があっても、きっとこのラジオを聞いていれば塾長が成敗してくれると思うので、ぜひこれからもたくさん聞いてください。ハッピーバースデー。はい、レイカさん、はい、背景ココロちゃんへお誕生日おめでとう。もうね、7月誕生日ということでね、7月にはね、ジェブカンのね、あのね、夏曲もね、そうなのよ、わかるのよ。だからね、これでね、ちょっとジェブカンからのね、あの誕生日プレゼントとして受け取ってくれたら嬉しいな。いい年にしてね。
さん最後は塾長が締めてくれるので締めてください。もう、はい、そうですね、まあ、毎週聞いてくれてるみたいなんですけど、うんうん、まあね、あんまり縁もゆかりもない方なんでねえ、おい電話もしたこともないし、あんまりそんなおめでとうって言っても上辺だけのおめでとうにはなりますけれども、はい、また来週も聞いていただけたらなと思います。はい、はい、おめでとう。いやでもそうでしょ、2人もなんかそんなに、そんな体重乗らないでしょ、そんなおめでとうって。そうです、ね、心からのおめでとうじゃないやろ、だって心からのおめでとうありますじゃんだけに。ほんまに、え、なんか言ってる、心ちゃんだけに、心ちゃんだけに、やだー、運動日やからな。はい、はい、行きましょう。それでは1時間目スタート。塾長あのね、はい、このコーナーはジェムズカンパニーメンバーの好きを塾長とリスナーの皆さんに語り倒し、トーク力を鍛えていこうというものでございます。さあ今週はお、気合い入れてるよ。はい、レイカ様が好きを語る、はい、はい、前回何でしたっけ、はい、前回何だったっけ、あ、TikTok かな。そうだね、 TikTok を語っていただいたんですね。進めました。あれからどうですか、うん、やられてますか。一切見てません。おい、あれ意味ないぞ、俺らのプレゼン、ね、結構さ、いい感じにさ、の YouTube されてるからさ、そのさ、なんか入り口部分を TikTok 流したらさ、 YouTube もいいんじゃないかな、うん、みたいな話したけれども、はいはいはい、日々になかったということで、あの3分後にもはっきりと忘れてました。あこのコーナー今意味あります、やる大丈夫、今日のは意味があるから、ね、みんながね、リスナーのみんなが多分そのチェックしてくれてるから、うん、それもそれは嬉しいね、はい、はい、じゃあ今回私の好きは、うん、はい、マーメイドメロディーピッチピッチピッチです。イエーイ、知ってますか。いやちょっと初めて聞いたな。あ、本当ですか、うん、聞きました。何ですか、まあ、これは、はい、原作が漫画の、はい、少女漫画の、うん、まあアニメもあるんですけど、ね、そうですそうです、はいはいはい、こんな感じ、ビジュアルはこんな感じです、うん、あ、あれこれでもなんか見覚えのある、え、これですか、あれ、ちょちょちょ、その絵のタッチ、あんま言わん方がええんか、これは絵のタッチ、絵のタッチはなんか、なあ、まあまあその俺ら世代のこれもんのな、なんか言ったらセーラームーンとか、そのお邪魔女ドレミ的な感じの、確かにドレミはちょっと、うん、セーラームーン結構は、うん、遠いけど、世代的に、世代的に、なんかその感じの世界観がありそうな感じか。そうです。で、これは、うん、設定が、まあ、人魚、うん、各、人魚な、そう、各、うん、その、何、海の人魚の、うん、その、うん、そう、お姫様が、お前、携帯バッキバキないかそこかーい。いや、これあれですよ、あの、うん、あれなんで、あの、携帯ではないんだ、断じて、あの、このフィルムがってこと、分かった、分かった、はい、で、あの、うん、まあ、普段は学生としてね、また働いてれば、働いてる頑張れ頑張れ、え、人魚やけど、あの、人魚だけど、またの名を人魚みたいな、またの人魚、表では普通に学生として、うん、あの、うん、授業帰ったり普通の女の子だけど、うん、その海の中のこの、うん、治安を守ってるみたいな、うん、悪者が出てくるから、それをこの子たちが歌を歌いながら戦っていくみたいな、うん、お話なんです。で、まあ、ちょっと恋愛もあり、うん、でそういう戦うなんか友情とかそういうバトルもありつつみたいな感じで、はい、もうね、うん、我々の、うん、世代はもうドンピシャ大好きですね。漫画めちゃめちゃ持ってました。めっちゃ流行ってた。あ、流行ってました。めっちゃ全然聞いたことないんだけど。え、本当ですか。このなんか持ってるじゃないですか、うん、マイクみたいなやつ。このマイクみたいなやつ。あ、これ、これ電気シェーバーじゃないの、この。違います違います。ストーリーのやつちゃうの。マイク。マイクなんや。違います。もうキラキラの、うん、もう歌いながらこのマイクを通して歌って、うん、敵をこう弱らせるみたいなやつで。うん、もうこれもね、あのゲームであるの、うん、あるんですよ、ね。このままこのマイクが。マイクがゲームとしてあって。これ主人公の名前は何なの？ルチア。ルチアちゃん。ルキア、ルチア、ルチアちゃん、ルチアちゃんで、青の子がハノンちゃん、うん、で緑の子がリナちゃん、この3人があれな、その何、人魚で、人魚、そうですそうです、そこから仲間おんの、他に仲間も増えてきます、どんどん増えていくんや、だからまあちょっとね、推しも見つけつつみたいなところがあるよ ね曲もめちゃくちゃいっぱいいろんな曲があるんで、このゲームの専用のマイクでカラオケで歌ったりとかもできて、やったよね、やったやった、やった、え、何年前に流行ったんですか。それでも漫画の連載が本当16年前なので、え、そんな前からあんの、はい、結構ここまで聞いてないの珍しいよね。そうなんですよ、結構もう同世代みんな知ってる、知ってます知ってます知ってます、知ってると思います。でテレビでもやってたんや、やってました、テレビでやってました、はぁ、長かったよね、結構ね、長かった、このピチピチピチとピチピチピチピュアってやつがあって、あの2年目と1年目ってそうそうやってました、うん、悪と戦っていくみたいなもんね、
そう、海の中の悪みたいなのと、うん、そう、この悪の人たちもね、なんか抱えてるものがあるみたいなところで、いろいろあるんですよ。そうなんですよ。え、一応普段は人間としてあれ生活してるの？そうです、そうです、そうです、うん、で髪型もちょっと変わるよね。そうそう、髪型も変わる。髪型も変わる。そうなんですよね、普段の学生の時は、うん、あー、そういうことね、うんうん、本当におとぎ話と一緒で、バレると泡になるんですよ、うんうんうん、だからバレないように、自分が人魚だとバレないように陸で人間として暮らしてる、うん、バレたやつ女、今まではいないですね。私が見てたピチピチピチの中ではいない。ホランホランですね。そんな、え、全員同じ学校通ってんの？あ、同じ学校の人と違う学校の人が、学校に通ってない子たちもいるんですよ。通ってない子も。そうなんですよ。まあね、年齢もそれぞれなんで、うん、その、うん、学生の子もいれば、ちょっと大人の子もいたりするんで。え、親にもバレたらあかんの？親はだって人魚。ああ、そうか、もうほんま家系が人魚だけど、人魚ってこともバレたらあかんでしょ？そうですね。友達とか、まあ、はい、人間にバレたらダメっていう。うん、足どうなってんの、その人魚の。足、あ、でも陸に上がった瞬間生えますよ。そうそうそう、生えるんや。生えるんですよ。海に入ったら人魚になるみたいな、うん、そうそうそう。戦うときはわざわざ吐くん？吐かへんの、それは。うの、吐くっていうか急に変身みたいな、キラキラよくあるセーラームーン、セーラームーン衣装みたいな、戦うとき用の衣装みたいな、あれがあんの、コマがあんの。あ、でもありますよね、ちょっとピンクに包まれるみたいな。あれ、よう小学生ながら止めたんや、あそこで。見えないかな、見えないかな。ちゃんと全部なんね、あれ。そうっす。あ、あるんや。じゃ見たことあるんですね、そういう。セーラームーンは好きやったよ。ああ、私も見ました、止めて。見えないかな。なるよな。なりますね。同じ考えだった。で、それがしかも、ちょうどその十何年ぶりに、あの、連載をまた新たに、うん、あ、終わってたけどまた再開。そうそうなんです、その今ホットな話題もありこの話にしたんですけど、震えてる横でひなちゃんが、結構じゃあファンからしたらもうこれは、まあ、その後っていうか、その、うん、この子、その主人公の子がまあ人間に恋をするんですよ、うん、本当にこう人魚姫のような感じで、はい、うん、っていうのがあって、でまあまあまあそれは見ていただいての、うんうん、その先が、うん、その今後があの次で連載されるっていう、だからもうでももう相当長いからさ、もう今から追っつこうと思ったらかなりかかるんじゃない？でも漫画で読むとそうでもないんですよ、うんうんうん、関数的に何巻ぐらいなんですか？10何巻ぐらい。そうなんだ。10巻以内にアニメの方が長いぐらい。アニメの方が長いっすよ。アニメが長い。アニメ長いっすね。漫画から入れば全然、うん、いける気がします。読んでほしい。読んでほしいです。めちゃめちゃ面白いですよ。いや、めっちゃ泣けるし、キュンキュンするし、確かに、うんうん、いける。でも少女漫画の扱いでしょ、その人たち。ちょっとちゃうんですよ。あ、でもそうですね、チャオとかまあまあまあ、あ、チャオとかの系か。いやいや、でもそこでなんかもうそこのなんか偏見ダメみたいな。それはちょっとダメです。やっぱこの、え、大人でも十分楽しめるんですか？え、もうえ、めっちゃ楽しめます。男性でもいけます。いけます。やっぱストーリーがめっちゃいいんで、本当に大人なんで、私たちも。いや、そういうけど、おすすめできますよ。ちっちゃい頃からその積み重ねて、これは好きだったから見れてるっていうわけでもないんや。いや、でも大人になって改めて見たら、本当に、なんかやっぱ子供の頃ってこう可愛い部分しか見てないっていうか、話のストーリーあんまり分かんなかったりするじゃないですか。だから、はい、あ、変身したすごいとか、ちっちゃい頃って、うんうん、キラキラしてる水色の子好きとかなんですけど、うん、今ってそのストーリーをちゃんと見返すと、あ、こんなちゃんとストーリーしっかりしてたんだみたいになるんで、大人になった方が逆に楽しめるかも。お、ちょっと動いてますか？どうですか今？動いてる、動いてる。だからまた3分後言うてや、忘れてまっから。やだひどい。でも、まあ、きっと視聴者さんはね、もしかしたら、お、ちょっと買って本屋さんってみようかなみたいな感じ。もう一回、もう一回だけ見して。どんな感じ？そう、覚えとか。見てください、見てください。見てください。あ、じゃあ、ちょっと他の、メモって書いてください。今日はね、これだけでもね、覚えて帰ってくださいねってやつ。もう一回ちゃんと見して。授業に出るんで、お願いします。携帯バキバキやないか。それが言いたいだけやないかい。はい。ね、あ、こんな感じね。あ、めっちゃおるやん。もっといろんな子が出てきたりとかするんで。推しの子をね、見つけてほしいですね。ピチピチピッチ。はい、はい、ピチピチピッチ。ピチピチピッチね。はい、お、お願いします。ね、ちょっと AV みたいなタイトルやな。やだ、もう絶対言うと思った。言うと思ったらおかしいやんか。だから一回思ってるやんじゃん。違う。AV みたいなタイトルやなって。違う。違う。ジョージアニメだ。ね、はい、ありがとうございます。はい。はい、続いて2軒目。ジェームスカンパニー。東袋 from さらば青春の光、さらばラジオ、電話で三者面談。はい、このコーナーはジェムズカンパニーメンバーと私塾長と電話をつないでお話しましょうというコーナーでございます。今週の特別講師は伊達さんです。もしもし。あ、もしもし。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあお二人からご挨拶を。はい、ひなちゃんだお。はい、えいこさんだお。
ほら、ダオって言ってくれるあれやったのに、もうすぐレイカさんが行くから。なんてダオって今言おうとしましたよね。まあ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 。まあ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 。ごめんごめんごめん。はい、よろしくお願いします。伊達さんは初めてですかね。何回か、うん、あのお便り送ったぐらいで。ああはいはい、お電話は初めてと。お電話初めてです。ありがとうございます。お二人は伊達さんとは面識があって、そのね、ミート&グリードとかでお会いしたりとかしてないですか、うんうん、リップとかも結構くれたり、ツイートとかもしてくださってますね。知ってる、うん、ありがとうございます。伊達さん認識してくれてますよ、ありがとうございます、伊達さんは誰推しとかあるんですか。あ、宮崎出身のツインテールの方ですね。いらっしゃらないですね。そういう方。あ、なんでですか。すいません、違うグループを応援されてはるんですよ、多分ね。俺あ、そうかもしんないですけど、ね、どういったところがですか、ひなかちゃんの。そうですね、元気なところとか、うん、意外と真面目なところもあって。意外とね、はい、うん、そうなの。意外と真面目なんですよ、私。ほんまです、うん、そういうなんか二面性的なところがいいですか。そうですね、あと優しいんで、うん、優しい。なんか配信とか見てる限り、はい、うん、見てる限り、見てる限り、まあなあ、裏の顔は相当ですからね。なんでですかい。そうですか。レイカさんのことはどうですか。どうですか。レイカ様、そうですね、うん、配信よく見に行ってるんですけど、はい、ありがとう。あの、うん、ホラー系のゲーム最近やってるじゃないですか、うんうんうん、おう、あれだとちょっとポンコツっぽいなっていうのが。本当。あ、そういうのが良かったりするんだな。そう思って見てたのかな。お、いや、見てると思いますよ、みんな。え、あれ、おなんかちょっと怖かったりするの、それは。そうですね、何回か同じプレイミスったりとかするんで、はいはいはい、まあ、スマホでやってるらしいんで、難しいとは言ってるんですけど、とは言ってるんですけど、ちょっとそういうところは意外やと。そうですね、何回か簡単なミスを。いいギャップなのかな。もっとしっかりしてくださいみたいなね、そういう感じかもしれないしね。そっちなの、そっちのお姉さんキャラなんでね。あー、そうとか、ちょっと、うん、新しい子も入ってくるんで、うん、あ、しっかりしてる。俺らはしっかりしろみたいなね。だからあんまり好きじゃないと。え、好きではないとは言ってないです。あー、なんでその好きとは言ってない。好きではないとは言ってないけど、好きとも言ってないよ。あー、なんで傷ついてんだよ。悲しいよ。まあでもひなかちゃん推しなんやな。はい、そうですね、私の信者です。じゃあ2人で喋ってもらえますか、前みたいに。いやでもなんかそれ、そういうあれなんでしょ。今回もそのな、何でしたっけ今回のご用件は。ちょっと誕生日が近いので、うん、お祝いしてもらおうかなって。誕生日近い方多いですね。多いよね。え、なんかこの番組冒頭でココロというラジオネームを偽って送ってませんね。いや、送ってないですよ。送ってないですよ。多い誕生日多いやな。え、何日ですか。20日ですね。20日。あ、じゃあ、おお、20日前だ、うん。え、なんかご予定的にはないんですか。ご予定っていうと、なんかその誕生日をどう過ごすみたいな、うん、ね。一応仕事休みにしてぶらつこうかなって思ってるんですけど。はい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 。あ、その前の前の日かな、うんうん、18日に VV ツアーあるんで、うん、そこでまた。ひなかちゃんに会おうかなって。そうだそうだ。あ、それが自分への誕生日プレゼントってことや。まあそんな感じですね。あ、じゃあもうあげたね。素敵、うん、あげた。私がしたいですって言ってはるんですよ。うん、いや、このね、まあまあ、うん、今まで、え、去年とかはひなかちゃんにお祝いしてもらったりしてないんですか。去年は、うん、見繰りで、うん、結構遅れたんですけど、おう、祝ってもらっちゃえみたいな感じで。あ、去年じゃあしてるんですか。なんかした気する。そうですね。あ、じゃあ今年はなしです。もう、あ、なしです。だいたい去年と同じこと言うんで、それは。そう、まあ、去年もらったやろってこと。なるほどね。マジですか。いや、いいですよ。じゃあちょっとひなかちゃんと、じゃあちょっと、え、いろいろ質問もあるってこと。ひなかちゃんに質問。そうですね、うん、で、いいです。じゃあお二人で喋っていただいてね。どうぞどうぞ。はい、あ、何ですか質問は。質問？うん、何ですか？何ですか？今度の配信で、うん、ASMR？ あ、はい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 。もう予告みたいに出てたんで、うん、ギリギリ攻めるってどのくらいですかね。そうだね、バンされない程度かな。あ、あ、
以上以上ですか。え以上なりプレゼントなりましたか。なんなんその ASMR は分かるけど、その何をすんの。今度の配信でやるんですけど、うん、なんかギリギリ攻めようと思って、うん、でも私声が大きいんで鼓膜をまず破壊され、うんで、みんなの破壊しないかというギリギリと別の意味でのギリギリがありまして、私が下ネタを言い過ぎてバンされないかというギリギリが。あそうだ、その ASMR でそのなんか食べたりすることがあれ。そうです、そうです、そうです。それをただ喋る、トーキング、トーキングやるだけなんですけど。おえ、それ 何の音でしょうみたいなことやるってこと。あ、それはちょっとやんないですね。あ、そうじゃないの。そういうのじゃないですね。普通に喋るだけです。でもその、下ネタも言うかもしれないですか。急に観音小説風に喋り出すかもしれないですし。あそういうこと。そうなんですよ、BL のやらしい音が流れる可能性があるってことですか。音はないですね。音はない。うん、音ないかな。うん、うん、たてさん、質問それだけですか。はい、うん、なんかせっかくですから、このテーマについて話したいとかね、お二人で。おなんだろう、この前のなんか、はい、ゼム館全体で配信したやつあるじゃないですか。はい、それで ATM って呼ばれてたんですけど、うん、そこら辺ちょっと悲しいなって思っちゃう。悲しい、私より悲しんでくれてる。どういうこと。なんかメンバーでラムちゃんに何かを伝える、うん、伝授していくってなって。そうなんですよ、はい、で一人ずつ私はダンスを教えられるとかいうのをつけてたんですけど、うんうん、はいはい、私だけなんか何も出てこなくて、うんうん、え声の大きさ、え BL の保健体育、うん、みたいなこと言ってたら、いやそれはないじゃんって言ったら、うん、じゃあおごってあげるよって言ったら、うん、ハスミコトが ATM でいいじゃん。あもうあそ銀行扱いされた。そうです、私は24時間開放の銀行らしいです、うん、教えるとかじゃなくて。そうなんですよ、銀行になって。あ銀行らしいですね。全部怒ったらなあかんってことや。でも全部、うん、でもまあね。お、まあでも困ったらやっぱ後輩ちゃんなんで、おごってあげるのが先輩の役目なんじゃないかなって思ってるので。あ、それもちゃんとしっかり見てくれてたってことですね、ダンスさんは。そうですよね。でも長谷美琴はそれを ATM と言ってくるっていう感じですね。まあ、あいつ性格悪いもんな。でもそういうの楽しんでいただいてますやんか。そうよね、大丈夫だよ、伊達さん。私もね、自分の生活できる範囲のお金は残しとくから心配しないで。うん、それは良かった、うん、心配もしてくれてるよね。だからありがとうね、おめでとうのメッセージだけ。じゃあ、うん、もうレカさんも言っときましょうよ、おめでとうのメッセージね。じゃあ伊達さん、はい、どうした。パッ、え、一緒に言う。一緒に言うの。せーの、お誕生日おめでとう。バラバラじゃん。はい、おめでとうございます。はい、おめでとう。またじゃあ来年もね、電話してくださいよ。はい、ね、またそれ。いいね、毎年。いいね、毎年お祝いしましょう。毎年これですか。これで。何や、不満かい。いや、不満とかないですけど。いや、でもいいじゃん、推しにね、お祝い毎年してもらえるって、うんうん、最高よ。まあ、その伊達さんも嬉しいけど、こっちもなんかちゃんとその1年間応援し続けてくれたっていうね。確かにです。嬉しさもありますよ。証が残るね。ありがたいね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあちょっとまたね、はい、来年待ってますんで。はい、逆に来年以降できない、うん、ね、次に言ってくださいね、ひなかちゃんのこと。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、次に聴いていただく曲は4月21日にデジタルリリースされましたジェムズカンパニー音羽雫のソロ曲で、インパーフェクトライト。いただいたのは音羽雫でインパーフェクトライトでした。はい、エンディングでございます。はい、じゃあインフォメーションいっときましょうか。はい、いっときます、はい、さらばラ
ジオは皆さんのメールで成り立っています。電話で三者面談、ふつおた、番組コーナーへのメールはすべて gc@anitama.com gc@anitama.com まで。たくさんのメール、番組へのご参加お待ちしております。電話で三者面談へのエントリーの際は電話番号を忘れなく。また番組アーカイブが公開されていますので、詳しくはジムズカンパニー公式ホームページからチェックしてください。はい、はい。そしてラジオ関西ではさらば青春の光東袋の学生芸人夜明け前が毎週日曜24時より放送中でございます。ぜひこちらもよろしくお願いします。はい。あのアニメ何でしたっけ。ピチピチピッチピチピチピッチな。はいはいはい。ちょっともう、はい、帰って覚えてたらちょっとチェックしますんで。おー、やったー、ピチピチピッチ。ね、嬉しい。ちょっと近づけた、いつもより。どこで見れるの。もう今やったらなんかあんの、そういうの。あー、アニメ。アニメ多分サイトちょっとやっぱ本屋さんで漫画を買っていただきたいっていうのが一番、ね、漫画が一番あれなんか。そうですね。そうか、まあ、漫画やったり金色だし買えるよね、うん、確かに。まとめ買い。まとめ買い。まとめ買い。車金色だし大丈夫ですか。車金色だし関係ないでしょ。わかりました。ぜひよろしくお願いします。はい、今週は以上でございます。お相手は瀬戸代表、今月はジェムズカンパニーの星野ひなこと、アリスガオレイカと副長さらば青春の光東袋でした。バイバイ。